兵庫県姫路市にある姫路獨協大学は文系学部、医療系学部を有する総合大学です。豊かな自然に囲まれた広大なキャンパス、最新の研究施設と恵まれた学習環境、姫路市と獨協学園が誇る最先端の大学です。またスポーツ施設も充実、サッカー場、野球場、テニスコートからトレーニングルームを備えた体育館、柔剣道場まで活発なサークル活動を強力にサポートしています。姫路獨協大学の最大の特徴は地域との連携です。地域に開かれた大学、地域と共に歩む大学として駅前サテライト教室を開設、市民に向けて大学院講義や数多くの公開講座を提供しています。2013年には獨協学園130周年記念事業の一環として姫路市と共同で播磨歴史講座を開催。姫路が生んだ戦国武将黒田官兵衛を取り上げ大好評を得ました。130年前、獨協学園はどのようにして生まれたのでしょうか。明治維新の後、日本における緊急の課題はいかに西洋の文化を取り入れ近代化を推し進めるかということでした。その中でドイツ留学経験者が中心となってドイツに学ぼうと結成されたのがドイツ学協会。1883年、ドイツ学協会はドイツの進んだ学問を広めるためドイツ学協会学校を設立。これが獨協学園の始まりです。初代校長には西天音が就任。西は日本で最初の西洋哲学者でした。第二次世界大戦後、教育制度の改正に伴って1948年新生獨協中学高等学校が発足。4年後、天野貞祐が第13代校長に就任。天野はドイツ学協会学校出身の哲学者で文部大臣も務めた教育者でした。その後、獨協学園は発展を続け1964年獨協大学が誕生。1973年獨協医科大学、1980年獨協埼玉高等学校、2001年獨協埼玉中学校、そして1987年姫路獨協大学が設立されました。姫路獨協大学は獨協学園としては近畿地方で初めての大学となりました。それにしてもなぜ姫路の地に大学が設けられたのでしょうか。実は姫路獨協大学は市民の熱心な要望により姫路市との協力で作られたもの。もともと兵庫県播磨地区には総合大学がありませんでした。そこで地元に総合大学をという声が市民の間から湧き起こります。その声が姫路市を中心に西播磨4市21町の住民に広がり、文部省への陳情、署名運動、募金活動などが3年半にわたって行われました。集まった署名は
なんと36万人分。その熱い思いに応え、1987年、獨協学園は全国で初めて自治体との協力による大学を姫路市に設立しました。大学キャンパスにある創設モニュメント三層は、市民、行政、大学の3つの柱を象徴しています。姫路獨協大学は姫路市民の熱い思いと獨協学園の教育理念が共鳴し、姫路の地で花開いたものなのです。